Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mystery of Gilgamesh. What we learn from Uruk. A good 1,000 years before the Israelites were putting the final touches in their scriptures on the God of the Jews, Christians, and Muslims, the Mesopotamian gods of Gilgamesh were already ancient. Gilgamesh is the main character in the Epic of Gilgamesh,an Akkadian poem that is considered the first great work of literature and in early Sumerian poems. In the epic, Gilgamesh is a demigod of superhuman strength who built the city walls of Uruk to defend the people and traveled to meet the sage Utnapishtim, who survived the great flood. Uruk.紀元前2900年から2000年にかけてのこと、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の時代から見ても、ギルガメシという神の時代は古代と呼んで差し支えのない時代のこと。かつてウルクには5万人から8万人の人たちが住んでいたという。世界の人口のことを考えると、当時としては最大級のとしてあったに違いない。そのギルガメシュ、ほとんど実在の神であったと言われている。ギルガメシ叙事詩でよく知られたギルガメシュ、世界最古の古代文献ということになる。ギルガメシュはデミゴート、つまり半神半人であったという。ウルクの町を建設し、町の人々を救った。そして、最良の友、延期道を失うと、その悲しさに耐えかね、ウツナピシツムに会いに出かける。その様子をして、死として残したのが、ギルガメシ物語である。ウツナピシツムというのは、あの大洪水で生き残った、やはり神に近い人であった。話の内容と時代を合わせて考えると、ノアのことではなかったか。そのギルガメシュ。ギルガメシュにまつわる謎は多い。言い換えると、ギルガメシュの謎を解けば、古代の神々の世界の構図がわかる。例えばウルクには、イナンナを飾ったレリーフが残っている。照合してみてもわかるが、イナンナである。ギルガメシュとイナンナの関係がよくわかる。そして、ウルクの町。この町で注意したいことは、壁で遮られた一角に、エアナと呼ばれる地域があったということ。エアナ地域は町から離れたところにあった。あの地域はそれに反して大地の上にあったという。エアナはイナンナの語源になっているという。エアナがイナンナになった。日本人の私たちとしては無視できない事実である。で、最初の疑問。ギルガメシは誰かという謎である。神ではないようだ。はっきりとデミゴッド、つまり半神半人と記されている。が一般的にはギルガメシはイシュタールとシャーマーシュの父親の神ということになっている。そのように書かれた文献は多い。が、手がかりはギルガメシ叙事詩だけ。この動画の中では、その要約版を翻訳してみた。何か、この叙事詩の中にヒントがあるかもしれない。また、ニネベで奇妙なヘルメットが見つかっている。紀元前2300年頃のものと言われている。このヘルメットと、ギルガメシュのレリーフの比較してみると、驚くほど一致する。ニネベで見つかったオーバーオールヘルメットは、ギルガメシュのものだったのか。もしそうだとするなら、ギルガメシュもまたヘルメット、つまりマスクを必要とするデミゴッドだということになる。謎は尽きない。がもしここで、ギルガメシュイコール神ということになれば、ユダヤ教、さらにはキリスト教の謎が一気に氷解する。ユダヤ教、キリスト教でいう神は、神ということになる。言うまでもなく、
イシュタールがマリアとなり、シャーバシをイエスとして現在のキリスト教が生まれた。イシュタールとギルガベシの関係はどうだったのか、神との関係はどうだったのか、ウルクについて調べるのは実は今日が初めてである。ここを突破口にシュメールの神々の世界の謎に迫ってみたい。今皆さんにご覧いただいているのはギルガメシュのレリーフです。で、この顔とですね、ニネベで見つかった、オーバーロールヘルメットですね、と比べています。間に300年という年月がありますけども、古代の神々は長寿でした。旧約聖書によれば平均800歳だったということになっています。このギルガメシュとニネベのオーバーロールヘルメットを比べていますと、酷似しているのがわかります。順に比較していますから、皆さんご自身で判断してください。で、中央が2300年頃のもの、そしてギルガメシュは2600年頃というふうに言われています。で、こうしたものが見つかっているわけですね。で、ギルガメシュ。関係があるのかないのか。逆に言いますと、こうしたヘルメットを必要としたということは、そういった神であったということになるわけですね。で、このギルガメシュが神であったかどうかということです。もう一度、バビロニアの神々の構図を見てください。中央に、イシュタールがいます。そして左下にですね、神がいます。イシュタールの、異難などですね、父親です。そして、この神ですね、の元から、イシュタール、イナンナが、イナンナイシュタールですけどもね、が、生まれたというか、あてがわれて育てられたということですね、正確に言えば。そして、もしここでですね、神イコールギルガメシということになると、謎が一気に氷解するわけです。そこで、ギルガメシュ物語の、要約版を翻訳してみました。お読みください。
で、検証してみますがですね、まあ、気になるところがいくつかあります。まず第一にここですね、シャーマン氏が死にかけていた延期道に、ということになりますと、シャーマン氏は話ができる距離にいたということになりますね。それから、月の神、神に祈りを捧げた、ということになりますと、ギルガメッシュは、イコール神ではないということになります。そして、このまあもう一度整理してますと、ギルガメッシュですね。そして、神に祈りを捧げたということは、もうその時、神はすでに神であったということですよね。で、シャーマン氏に話をする立場にあったと。そして、同時に、イシュタールの、まあ、レリーフを作る立場にもあったということですね。そして、ギルガメッシュは、一般的には、三分の二ハイブリッド人間だと言われていますね。まあ、三分の一が、人間で三分の二が神だってわけです。ということになりますと、ギルガメッシュは神ではありませんね。まあ、これではっきりしました。で、次にですね、この延期道についてなんですけども、延期道とギルガメッシュです。で、延期道が死んだことによってですね、延期道ですかね、ギルガメッシュは、まあ、悲嘆にくれるわけですけども、この延期道というのはですね、誰か何かということになるんですけども、まあ、ちょっと気になるのはですね、顔つきもちょっとこう、普通ではないとおかしいですけども、ないような気がしますが、この足なんですね、まるで獣の足のようにも見えるわけです。で、この足で思い出したのが、実はニンフルサングなんですね。実はニンフルサングも同じような足をしています。今そのニンフルサングの足を見せますけども、これはまあまさに獣の足ということになるわけです。右がニンフルサングですね。その右の右にいるのはイシュタール、イナンダだと思われます。で、これはニンフルサング。で、足がですね、何かしらこう、獣の足のように見えるわけです。まあ、これはまあそのように見えるというだけなのかもしれませんけどもね。まあ、奇妙な位置。なうち、まあ、ここで言う延期ドゥというのは、人間ではなかったということになるわけですね。で、さらにまあ、謎が続くわけです。で、ここにですね、先ほど言いましたように、イナンナのね、居住区がですね、まあ、人間の居住区とは離れた場所に壁で遮られたところに作られていたと。その居住区のことをエアナと呼んでいたというわけですね。そこのエアナがイナンナの語源になったというか、繋がったというふうに説明してありますね。ということは、エナ、繋がりましたね。そして、エンキドゥ。まあ、これは、ウトゥナピシトゥム。まあ、ノアのことなのかなという、まあ、疑問も出てきます。いわゆる、まあ、時代的にもまた、距離的にも合うわけですね。で、私たちが最大に、まあ、この、いわゆるギルガメッシュ叙事詩から学ぶべきことはですね、実はこのことではなくて、紀元前2900年から2000年頃、こうした壮大な都市がですね、ウルクに築かれていた。そして今はこのようになっているというこの事実なんですね。私たちは過去から学び、そしてその過去から学んだものをですね、まあ、ユニファイ、統合して、そして、まあ、ロジカルなセオリーに仕上げていく。いわゆるまあ、合理的なね、理論を組み立てて、そして学ん、過去から学んだことを未来に生かしていくということですね。まあ、ある意味で人間の、まあ、世界をですね、こうしてウルクが代表して表現しているということにもなるわけです。大切なことはですね、まあ、過去から学び。そして人間自身の未来にそれを生かしていくということですね。その作業がないと、まあこうした事実もですね、ただの、まあ事実に終わってしまうということです。なぜ私たちが歴史を学ぶかといえば、その学んだことをですね、統合化して理論にして、そして未来にそれを生かしていく。それが、まあそのことがですね、ウルクで、まあ私が学んだことです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!